向井治む、パリピ公明、富士水10ドラマの悪夢を吹き飛ばす巧妙な仕掛け。本気すぎるキャスティングで、水だう、声なるか。向井治む、41分主演のドラマ、パリピ公明、富士テレビ系、水曜夜10時、今季ドラマの先陣を切って9月、10月4日に第2話が放送される同ドラマは、上白石萌音、23、や森山未来。 39、ディーン・藤岡四十43つなど、芸達者な俳優陣を揃えた本気すぎるキャスティングが話題になっている。ドラマ、パリピ公明は、累計発行部数160万部突破の、ヤングマガジン、講談社、で連載中の同名コミックが原作。中国三国史時代の天才軍師諸葛公明、うむか が現代の渋谷に若かりし姿で転生。歌手を目指す月見栄子、上白石、そのため、魔法のような作戦を考えては、軍師のごとく成功に導いていく音楽青春コメディー。第1話の内容は以下。劇後職の3つの国が天下の覇権を争う三国時代。公明は病に倒れ、薄れゆく意識の中で、 戦のない平和な世界に生まれ変わりたい、と願いながら息を引き取る。ところが、孔明が目を覚ますと、そこはハロウィーンで賑わう2023年の渋谷で、酔っ払ったパリピにコスプレだと勘違いされる。孔明が彼らに連れて行かれたのは、クラブ、BB ラウンジで、英子のステージを見て、その歌声に魅了される。翌朝、 英子は酔いつぶれていた孔明を発見。BB ラウンジの事務所で解放していると、オーナー小林、森山がやってくる。小林は熱烈な三国仕を田で、勢いで孔明をアルバイト採用することに、という展開。視聴者の X、ツイッター、上の反響は、配役良いな、衣装華やかだな。 その道のプロが集まってるから見応えがあるお笑い路線を想像していたが、一言で言うと、超オシャレ。映画のような映像美でコメディーなのを忘れるほど、菅原小春、メンディ女王鉢のステージがかっこよすぎて何なんだこのドラマ、などと好評